すごい、さっきから見てくれた、これを続き見てる人、あ、6時間長いんで、この気持ち悪すぎだろ。な。デブのね、メガネ、デブメガネ陰キャがね、格好つけたら面白くなるっていうね。デブメガネ陰キャが生きったら面白いじゃん。もう、お前、まあ、張り立つぞみたいな感じで、すごい陰キャな人がいてるね。まあ、川口仁さんのね、いいね欄にいたんですけどね、僕は川口仁さんの猛信者でございますが、猛信者なんですよ。今ね、息継ぎだと思ったでしょ。息継ぎで、って言ったんですよ。うん、それも正解なんですよ。半分正解じゃないんですよ。100% 正解なんですけど、僕の中ではね、100% だけでは終わらない。200% あるんです。簡単です。もう 100% 何？そう。演出！いや、誰でもわかるよね。いや、これね。斬新。笑いの斬新ね。うん。はい、はい。みんな笑ったか？笑ったかって。はい、ちょっとこっち向いてね。笑いの斬新ですよ。僕一応剣道やってたんで、剣道やっててね。自慢じゃないですけどっていう自慢じゃなくて、いろいろサボったり。僕全然ね、家でしないの。素振りもしないで。ずーっとポテチ食いながらね、ゴロゴロしてたらね、すごい弱くなってね。超最弱なんですよ。俺ね、むちゃくちゃ弱いんですよ、剣道。見てわかる通りに。部活の中で大体もう俺最弱だったな。最弱。超弱いんですよ。なんで鍛錬してないんだもん。素振り振るってねえんだもん。人をぶつことが好きだからっていうね。サイコパスに見せかけたただの暴漢のね、理論なんですけど。まあ、全然サイコパスじゃないです。ただの暴漢ですよ。人をぶん殴ることが好きだって思ったけど、ぶん殴られて痛みを知ってね。僕は剣道に優しさを教えてもらいましたっていうね。人をぶん殴ることが好きだったけど、いや、本当はね、僕は小学、5、6年生の時ね、強いやつと喧嘩して負けて、あ、もうやめたっていう。その悔しいんですよ。これもなんかグラップラーバキの漫画に書いてあった。ね。やつで人は強さをやめるときいつやめるみたいな感じで、ガキ大将に負けたときか、親父に原骨を食らったときかみたいな、それに俺当てはまっとるやんって。ガキ大将じゃないけどそこそこ強いやつに負けてなんですけど、俺面白いのはそっから強くなったんですよ。そっから強くとか鍛錬じゃなくて、単純に太ってデブパワーを見つけたんですよ。やっぱり人間ってね、身長とかの例で比例とか、身長に対して体重が一定以上上がると、特殊能力、デブパワーっていう力を手に入れてね、デブパワーを手に入れることで、パワーと防御力が上がります。その代わりスタミナゼロになります。はい。一歩動いて即死みたいな。スペランカーもびっくり。うん。まあ、スクールデイジじゃねえわ。あれですね。こういうとこ、例えでね、あるじゃん、アナザーなら死んでたと。アナザーと互角っていうね、そこでバスコーンって言ったらもう、大爆笑で。みんな笑ってくれた。俺英雄になってたヒーロー。うん。S 級ヒーロー。第1位。ブラストと同格。もうそれくらいのヒーローになれてた。お笑いヒーローになれてた。でもそこでね、バシコンで出せなかったスクールデイズが先に出てきましたね。みんなよくでしょ。伊藤誠死ねって。いや、そのくだり面白いのか。うん。大地からクズだろうけど。一連の流れで YouTube にやってるやつはつまんないけどな。まあ、ニコニコとかも変わんないのかって言って。あんま面白くないけどな。伊藤誠さんに来てみんな誠しねって書いてる人すごいつまんないよな。超喧嘩打ってく。でもスクールデイズ見たら俺もそっち側に立つんだろうな。誠しねって言ってる方に。でも死ね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 言っちゃダメですよ皆さん。自分の人生に生きなきゃ。それを誰か死ねって言ってる間、それはあなたのね、何かを異形に使われたかもしれない時間のほんの数秒、いや、された数秒、その大事な大事な数秒が他の人の人生に、他の人の人間に明け渡されてるのです。すごい宗教のなんかね、前語りみたいな。まあ俺は崇高じゃない宗教目指してますっていうね。いや、宗教っていうかね、お金欲しいよね。もう、チャンネル登録者50万人目指してみんなから1円もらおうかな。うん。いや、物落とした。怖いな。いや、薬やってないぞ俺。いや、薬やってる人の特徴的な法令線とか言うのやめろよみんな。薬源でやってない人はその普通の時でなんか法令線はないとか、太ってるとか。確かに、体臭は臭いよ。独特な体臭するかもしれない。薬やってる人ってなんか甘い香りするんだよね。俺、口臭いですけど。もう、口臭くなくなってほしいよね。全然ケアしてねえけど。ダーリン、ダーリン、that's my me, Austin, baby. すごい格好つけて言ってました。格好つけてスタンドバイミー歌ってみました。ポンスカポン、ポンスカポン、ポン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 スカポン。ブン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 
銀魂終わっちゃうんだってね。君みたいに綺麗な女の子は今朝のスッキリ、バスケ日本代表の賠償問題で、女性コメンテーターの性をお金で買うという行為自体が残念との発言に加藤浩次が、でも相手も商売ですからねと返し、スタジオの女性陣が絶句、三浦アナもうつむいてた。原稿読んでたんじゃないですかね。絶望的な想像力の欠如。なんで都庁局が女性がそんな勝負してるもの。わかるけどね。うつむいてたっていうのは原稿読んでただけかもしれないですし。まあ、原稿読んでると磨かけてちょっとね、もう、まあ、やべえな、こいつってなってたら。まあ、やべえな、こいつでしょうけどね。まあ、商売ですからねって言っても、ね、そのね、まあ、都庁局で、なんだらガーだらガーってね。すごいなんか流そうとしてるね。いやー。大変だ。うん。辛さ全くわかんねえけど、大変なんだろうなって。まあまあね。売春ね。やだね。金でね。はあ、金でそういうのを買うか。でも、この顔見ろよ。俺はもう一生無理だよ。だから、じゃあ頑張れって言うんだろう。頑張りたくない。にゃー。ああ、俺無理だ。もうなあ、そういうこと俺一生できずに死んでいくんだ。俺は一生童貞だ。いや、童貞じゃないんだよ。30歳超えたらね、魔法使いになれるって言うけど、まずその人面白いね。その言葉考えてる人すごいけど、まず30歳以上になったら童貞って言葉適用されないからね。うん。それは魔法使いになりますよ。やっぱ童貞は30歳以下ですから。30歳以下の性経験がない人。まあ、それなんだっけ、25歳以下は多分ニートなんだよな。25歳以下の職業訓練とか何かしてない人みたいな。がニートって言われるんですよね。博識って。すごいな。全然博識じゃないのに。ただウィキペディアとかそのニコニコ大百科から拾ってきた言葉なのに、それで博識って。笑いもんですわ。滑稽ですわ。面白すぎ笑そう。ベロ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 するとね、俺のさっきの舌がね、白い舌が出ちゃうんですよ。思ったんですけど、みんな舌ベロベーって出してんじゃないですか。いいなぁ、みんな舌綺麗で。俺舌ベーって言ったら超汚いんだよ。メグインさんみたいに舌が汚いんですよ。まあ、口臭い人って大体舌白いですから。うん、舌ゴケってやつね。悲しいよ。みんな見るって言ってるけど、さっきほんとひどかった。ちょっと、鏡って言うけど、まあ、ちょっとここで俺の汚い皮膚見とって。うん、あ、さっきなんで汚いか分かった。あの、水分がなくて、よだれがちょっとね、よだれレベル2になったやつ。唾液レベル2のやつがここに泡としてなって、下の、ここら辺とか、すごいな、モザイクを手でやるし、カオスカオス。ちょっと、あの、心不全じゃないです。普通にゲップしたいのに出ない。ああ、今の無理やりゲップは気持ち悪く。あ、違う。普通にお腹いっぱいなんだ。よし！じゃあね。あの、この動画撮り終わったらこっちでいつものスタイルで撮るかな。じゃあ、いつものスタイルって立って喋る方がね、もっと面白いこと言えんだ。今はなんか座ってでもこんな喋れちゃうんだよね。座ってでもこんな喋れる。立ったらどうなっちゃうの？ねえ。やばくないそれもう。ヒーローになっちゃうんじゃないの？